ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティ水曜のニョキ、今回のゲストは劇場版女子の事件は大抵トイレで起こるのだにご出演の吉田凛音さんです。吉田凛音です。よろしくお願いします。ノンコという役なんですけど、毎日ラップ部所属していて、そのラップをしている女の子っていう役になっております、はい、今回演技が初挑戦そうなんですよ、はい、どうでしたか。初挑戦なのに、はい、ラップという結構難易度高いあの役に決まらせてもらって、すごいあの練習とかも難しくて頑張ってやってたんですけど、だけどやっぱ演技って難しいですね。難しいですね、はい、なんか全然ラップとか私聞いたことなかったんで、だからイメージがあんまりつかなくて、ちょっとあのその役をもらってからあの YouTube とかでラップをちょっと聞いてみたら、あんま女の子でラップしてる人がいないじゃないですか。そうですよね。だからちょっとなんだろう、なんだろう、な感じです自分の中のラッパーはこんな感じかな。そうですね、それをちょっとやってみたいな、はい、うまくいきました。多分うまくいったと思います。であの今回共演者があの、はい、中学生の女子、はい、同年代の方が多かったと思うんですけど、はい、この撮影現場はもう女子だらけですが、どんな感じでしたか。なんか結構緊張してて、なじめるかなって、途中から参加で入ったんですけど、でそれで、なんだろう、すごいみんな、なんか女子って感じの楽屋とかで、なんだろう、ちょっと時間ないよみたいな、ちょっと化粧直してみたいな感じで、結構普通に学校生活みたいな感じで楽しみました。じゃあもう撮影自体が女子校みたいな感じでした。あの吉田さんはあんまり人見知りしないタイプになんかなって思ったんですけど、こうあの作品で共演の方々とは仲良くなれましたか。結構仲良くなりましたね。じゃあこうあのレンゲ役の美佐子さんともこう、一緒のシーンもありましたけど、そうですね、仲良くなりました。仲良くなりました。ちょっと台本に似顔絵描いてもらって描いてもらったんですよ、はい、であの吉田さんはあのご自身も今現役の中学生ということで、学校ではどのようなポジションですか、クラスでは。え、なんだろう学校では結構、なんか割とみんなと仲いいです。なんだろう、固まったりそんなしない感じで、グループとかじゃなくて、いろんな人と仲良く。そうですね、はい、ドラマというかこの、女子の事件は大抵トイレで起こるのだに当てはめると誰ですか。当てはめると、あえて言うと誰だろう。いないかな。いない、誰だろうな。いますかね。あんまり、じゃあ友達とあんまり一緒にトイレ行ったりとかはしない。あ、しますよ。あ、します。それはする。めっちゃしますよ。やっぱ、一人で行ったら、なんか悲しくないですか。っていうちょっと時代になってきてるので、あ、そう、今そうもうなんか、なんかもう友達と連れてトイレに行かないとこいつ友達いねえんだなみたいな感じの時代になりつつあるので、私も有効に乗って、それは友達連れてトイレに、もう北海道に住まれていて、あの北の橋本環奈さんと、あの肩書きというかキャッチコピーみたいなのが、ちょっとつきましたね。あれはダメですよ。あれはダメです。あれはダメですね。ちょっとレベルが比較されたらもう、悪口言われるに決まってるじゃないですか。ちょっとなんかハードルが、ハードル高すぎて、ダメですね。ダメ。あれはじゃああんまりこう
広めたい。え、ちょっとどうですか、初めてこうそうに。それは誰が言ったんですか。誰が言ったんでしょうね。けどなんか、なってましたね。そうなってた。そうなってましたね。そうに聞いた時どう思いました。いや、ちょっと、うわー、マジかって思いました、ね。マジか。ちょっと、本当にレベル差がすぎて、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、実に会われたことはありますか。あります、元カノさん。はい。その時は、あ、その時はまだ私、北の橋本環奈さんとは言われてなかったんで、はい、ちょっと普通にファンとして写真撮ってもらったんですけど、はい、まさかまさかの私が後々言われるとは思わなかったんで、ちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。ではここでより吉田凛音さんの素顔に迫ってみたいと思います。はい、吉田凛音さんに一問一答。イエーイ。あだ名は。あだ名はないですね。ない、あれない。あだ名はないですね。はい、凛音っていうよ。あ、凛音っていう、はい、なんけど最近ファンの方に師匠って言う、はいはい、師匠。師匠。はい、師匠という、師匠ってなんか登場したら、はい、師匠って言われますね。師匠。はい、よくわかんないですね。はい、謎な感じですね。好きな男性のタイプは。優しくてかっこよくて、はい、なんだろう、いや、まあそんぐらいでいいですかね。結構レベル高いですね。優しい、かっこいい、かっこいいで、やっぱ、うん、面白い、いて楽しい人がいる。いて楽しい。はい、どんどんだいぶレベルが高くなってきましたね。この3つにしておきます。はい、趣味がモノマネという吉田さん。はい、まだ人に見せてないモノマネを。エヴァンゲリオンの、はい、あの、なんだっけ、あの人いるじゃないですか。どの人で、いっぱいいます。主役の人。シンジ君。あ、そうだ。はい、その人が、はい、綾波って呼ぶ声が、はい、お母さんに似てるって言われて、お、じゃあやってみます。お願いします。いきます。綾波っていう、はい、お疲れ様。お疲れ様です。はい、早いっていうだけ。はい、どうでしょう。多分似てないってみんなに言われると思います。はい、最近した失敗は。なんか、はい、雑誌を買いに行こうと思って、はい、自転車に乗って本屋さんに行ったんですよ、地元で。はい、で、そしたっけ、1000円ポッケに入れてなんかなくなりました。え1000円をポッケに入れたんですよ。はい、それなくなってて、はい、失敗したみたいな。じゃあそれは、じゃあ入れてた1000円がなくなったから、それどこでお店で気づいたんですか。あ、帰った時に気づきました。あ、なんかもう、はい、いい、なんか見たい雑誌がまだ出てなくて。あ、出てなかった。それで、やっぱお金出さないじゃないですか。はいはいはい、で、もう財布に戻そうと思って帰って戻したら、はい、戻してなかった。戻せなかったみたいな。気づいたらなくなった。雑誌が出てなかったことも、まあ失敗っちゃ失敗。そうですね。もう二段階の失敗だった。二段階の失敗。はい、で、なんか今喋ってるうちに、ちょっとしたっけとか北海道弁も。嘘、言ってました。言ってましたよ。いえ、マジですか。本当ですか。ちょっとそういう素も出つつの、じゃあ田舎の人みたいな。田舎したっけとか。はいはい、そこもちょっとポロッと出ちゃうような。出ちゃいましたね。でもこれ素顔に迫られたんじゃないですかね。ですか。はい。せーの、水曜の